痩せたい。だけど簡単なことばかりやってしまっている。今回は痩せるために大切な代謝というのを味方につけるワンレッグランチというのを紹介していきます。今回はたったの10回を初級上級と2種目紹介していきますので、一緒に頑張ってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見ることで、痩せるために大切な代謝、そこを味方につけることができる足痩せ、お腹痩せが可能なスクワットを知ることができます。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、痩せるために大切な代謝というのを味方につけることができるワンレッグランチというのを紹介していきます。各10回です。初級上級と2種目紹介していきます。痩せるために大切な代謝を味方につけることなんですけども、やはり弱い筋肉で大きな筋肉を鍛えることが代謝アップにつながります。そしてもう一つ、痩せ筋とも言われている褐色脂肪細胞、背中に主にね、多く集まっている脂肪細胞なんですけど、そこっていうのは、年を取るごとに減ってしまって、やはり痩せにくい、太りやすい体質に必ずなっていくんです。そこをまたさらにスイッチ入れるには、使うことしかないんです。そして今回、太ももの裏とそして背中、褐色脂肪細胞を活性化させるための背中、そこを使っていけるやり方になります。で、ランジといえば、前のももをね、鍛えて、前ももがガチッとね、筋肉質になったり、女性ではランジをすると足が太くなる、スクワットをしたら足が太くなるからしない、そういった方も多いと思います。今回は安心してください。ももの裏に効きます。で、ももの裏を鍛えることで、実はお腹がへこんでくるんです。前のももより裏のももの方が、大体の方が力が弱いです。で、前のももの方が強いと、前のももが引っ張られるので、骨盤が少し前傾になってしまって、お尻が出て、腰が反れて、お腹が前に出る。そういった姿勢に、ね、なってしまうんです。そこを裏ももを鍛えることによって、骨盤が立ちやすくなります。そうすると、こうなってしまっている骨盤が、こうなってくるので、お腹っていうのは自然と凹むんです。そして、骨盤が立つことによって、もも裏とお尻に力が入って、お尻が締まりやすく、お腹がへこみやすくなります。今回のワンレッグランジは、とてもメリットがあるエクササイズになりますので、一緒にやっていきましょう。まず、初級から紹介していきます。ワンレッグランジなんですけども、主に前足に体重を乗せていきます。足を揃えた状態から、まず右足を少し後ろに下げます。これくらいです。通常のランジは、これくらいまで下げます。ですが、今回はこれくらい。この状態で、後ろ足はつま先立ちです。あまり体重乗せません。前の足にしっかり体重を乗せて、前足を少し曲げます。このまま、手に何か持ってるイメージで、つま先の方に体を下ろしていきます。そしたら、ここで、お尻をしっかり出して背中はまっすぐです。手を腰に持っていきます。腰に持っていったら肩甲骨をキュッと寄せて脇を締めて、これで体を起こして一回です。もう一回やってみます。手は前に伸ばして棒を持ってるイメージです。前足少し曲げて、後ろ足は体重は軽くです。このままつま先の方まで手を下ろします。ぐー、膝はこれ以上曲げない。ちょっと曲げたままです。ぐーっとつま先まで降りる。手は腰、脇を締める。肩甲骨を寄せる。体を起こす。っていうのを各足10回ずつやっていきましょう。ちょっとベッドでは難しいので、できれば床でやってください。途中で腰が少し痛くなった方は、そこでストップして待っててください。しっかりね、腰が反れてれば腰が痛みにくいんですが、丸くなっちゃうと腰に来るので、しっかり肩からね、お尻まではまっすぐ保って、
まっすぐできるだけ保ってください。それでは10回ずつ行きましょう。左足を前に出して、右足少し下げて行きます。3、2、1、GO! ゆっくりです。1、手は腰、脇締める、起き上がる。2、後ろ足から体重軽くです。3、5、6、7、8、9、反対いきます。後ろ足は体重軽くです。前足少し曲げていきます。3、2、1、GO! 1、腰無理しないように。2、前足にしっかり体重を押して。3、もっとしっかり押して。7、8、9、10、OK!今の初級編で腰が痛かった方はちょっと上級は辛いかもしれません。ですがやり方だけでも見てください。まだ腰が痛くなかった方、いけるよって方はね、上級頑張っていきましょう。ちょっと辛いです。上級編はワンレッグでジャンプします。軽くです。ランジの体勢を取ります。両足90度。ここから手は自然にこういう感じで動きます。やってみます。ここから、こういう感じで一回ずつこの体勢に戻ります。飛ぶんですが降りるのはゆっくりなので、あんまりドンドンしません。音が出ません。大丈夫です。こっから降りるのゆっくり、こういう感じです。これを各10回やっていきます。とにかく降りるのはゆっくりです。スマホは顔の下に置いてください。頑張っていきましょう。ラスト10回いきます。1、2、3、4、5、前足ゆっくり曲げて、6、7、8、9、一回ずつ膝をついてバランス取って、10、よっしゃー、反対。膝痛い方は無理しないでください。いきます。1、おむつ、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK! お疲れ様でした。最後のね、上級編、これはね、息がね、すごい上がるんですね。やった方はね、息上がってると思います。あとはね、普通に聞き流してください。今のね、上級編なんかは特に、朝一やると効果的です。
朝一やると心拍が一回上がって、そして今のは全身使うので一日体がねとてもポカポカして代謝高く一日カロリー消費をね多くすることができます。やはり朝から筋肉使わないと朝から体ってだるいんですけど、朝一回ね力を入れておくと何気に体がねよく動いてくれるんです。これは疲れてる時にやっても同じです。一回疲れてる時っていうのは筋肉がやっぱり使いたくなくなっている、だから体が重たい、疲れてる感じがするっていう風になるんですけど、そこで一回ドカッと力を使うと筋肉がまた活動的に動いてくれるんで、疲れていても実は筋肉使うと体も脳も楽になります。もちろん体調悪い時とかは別です。疲れてる感じがする時、すごい運動して疲れてるなら別です。ですが基本的には体より頭の方が最近は使ってる方多いんで、そこのバランスが取れないと体がね疲れた感じになるんで、よくね頭を使う人ほどよく体を動かした方がバランスが取れます。ということで頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってます。よかったらシェアフォローよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。